ウィルソン製のアメリカンフットボールウィルソンスポーティンググッズカンパニーはウィルソンのブランド名で知られるアメリカ合衆国のスポーツ用品製造企業であるイリノイ州シカゴに本社を置くウィルソン社はアッシュランドマニファクチャリングカンパニーという生肉業として創業し1913年に生肉の際に出る皮や筋を再利用する形でスポーツ用品の製造を始めた 1916年に当時の大統領ウッドロー・ウィルソンにあやかって社名を変更するが法務局から大統領と同じ名前では恐れ多いと一度は申請を拒否された。しかし同社は社長をウィルソンという名の社員に変更するという手で申請を認めさせたのである。同社は1970年にペップシコに買収され、1989年からは フィンランド企業アメアスポーツの子会社となっている。日本では当初ソニー株式会社との合弁でソニー・ウィルソン株式会社として発足し、その後アメアスポーツジャパン株式会社が代理店として輸入やライセンス管理を行っているが、ゴルフについては2008年1月1日よりキャスコ株式会社がライセンスを取得し事業を引き継いでいる。ウィルソンが テニス用品の製造を開始したのは1916年で多数の著名選手がウィルソンのラケットを使用している。ウィルソンは1914年にゴルフ用品の製造を開始。1922年にスポーツ界で初めてのアドバイザリースタッフ契約をジーン・サラゼンと結び、数々のメジャータイトルを取得して名声を高めた。 サンドウェッジはウィルソンがサラゼンと協力して開発したものである。また、アーノルド・パーマー、ニック・ファルドラをはじめとする著名な選手とも契約を結んだ。ゴルフにおいては、ウィルソンスタッフブランドも使用している。ウィルソンは、ゴルフ用品と同じ1914年に野球用品の製造を開始。1923年には、ベイブルース専用のグローブを開発した。 なおバットについては2009年より新ブランドデマリニに変更されている。ディマリニは1990年代にアメリカにおいて高性能バットを開発、発売していたが2000年にウィルソンに吸収合併されている。2015年3月、バットメーカー、ルイビルスラッガーを買収すると発表、ディマリニと共にウィルソンのバットのブランドとなる。アメリカンフットボールでは、 1941年以来、ウィルソンが唯一の NFL 公認級に指定されている。組織、編集チーム、編集ユニフォーム提供ビリヤード、ありがとうございます。